ミュリエル・ロブはイングランドニューカッスル・アポンタイン出身の女子テニス選手。フルネームはミューリアル・イブディン・ロブという。1902年のウィンブルドン選手権女子シングルス優勝者であるが優勝から5年後に28歳で死去した最も短命なウィンブルドンに優勝者としても知られる。ロブのテニスは当時としては画期的なオーバーヘッドサーブと 強力なフォアハンドストロークを最大の武器にした右利きの選手。ミュリエル・ロブは1899年にウェールズ選手権で優勝し、1901年にアイルランド選手権とスコットランド選手権で優勝した。ウィンブルドン選手権には1899年から出場し始めたが、1901年まではチャレンジラウンドの準々決勝で敗退していた。 1902年のチャレンジラウンド決勝で、ロブはアグネス・モートンを7から5、6から4で破り、初めてオールカマーズファイナル方式の決勝で、大会前年優勝者、シャーロット・クーパーステリーへの挑戦権を得た。この決勝戦は、ロブがクーパーステリーから4から6、13から11のリードを奪った段階で試合が、打点のため翌日順延となった。翌日は試合を、 第3セットから再開するのではなく、最初からやり直しの形になり、ロブが7から5、6から1で、クーパーステリーを破ったスコアが、ウィンブルドンの優勝記録表に記載されることになった。やり直しのために破棄された、前日の4から6、13から11も含めて、1902年のウィンブルドン女子シングルスオールカマーズファイナルは、総計、 53ゲームを要する試合になった。しかし、ロブは1903年のウィンブルドン選手権に大会前年優勝者として出場できなくなった。1907年2月12日、優勝からまだ5年も経たないうちに、ロブは故郷のニューカッスルアポンタインにて28歳9ヶ月で死去した。ありがとうございます。